映画クレヨンしんちゃんオラの引っ越し物語サボテン大襲撃を見たよ。これね、この映画何回も見るほど好きな、大好きなんだ。もうね、一番好きなシーンがある。一番好きなシーンはね、エンディングです。もうエンディングでね、あのマダクエルよバカの住民とね、あの野原一家がね、もう楽しそうになんか毎日送ってるね、なんかこう一枚絵ではないけど、まあなんかシーンが流れていくんだよ。もうそれを見るとね、本当になんか感涙するというか、もうね、マダクエルよバカのね人たちがね好きなんだよ、もうゲストとして。だからさ、なんか最後にもうなんかまあいろいろあったけど、本編でもうなんかみんなで記念写真を撮ったりするところとかさ、もうねたまらんのよね。エピローグもいいしな。いやー本当にね、この映画ね、ゲストが好きなんだ。ゲストキャラが。もう、町長も、レインボー仮面もね、マリアッチも、カロリーナも、スマホちゃんも、もう、みんな好きなんだよ。ってね、これね、パニック映画としてもね、あのね、ツボを押さえてんだよな。なんかこう、籠城、線とか入ったりとか、もうね、俺なんだろうね、俺もともとホラー映画が好きだからさ、だからね、パニック映画も好きなんだけどね、もうなんていうかね、だからしっかりとしたパニック映画にプラス野原一家っていうね、このなんかシチュエーションがたまらんのよ、本当に。なんていうか、もう音でなんか反応するっていうのはすげえベタベタな感じするしな。トレマーとかなんかそんな。いや、ほんとこの映画ね、何回見ても面白い。好きだ。いやあのね、引っ越し物語の部分もね、いいんだよね。あの、序盤数十分、30分ぐらいかけるんだけど、2、30分。そこのね、やっぱりね、なんか風間くんがね、そういうね、立ち位置なのがね、ほんと好きでね。だからね、俺ね、この映画が大好きだからさ、あの、後々のね、あの、天かす学園の風間くんにもね、なんかすごい、なんかジャストフィットしちゃうんで。ほんと大好き、この映画。もう何回見てもいいし、あのね、エンディング曲もいいんだよな、ゆずのオラ。見会えてよかったっていう。これなんだろうね。俺ユーズってあんまり聞かないんだけどさ。あんまり聞かないんだけどさ。なんかハンターハンターの映画といいね。なんかいい曲作るな、この人たちみたいな思っちゃうんだけど。だからね、あの、この映画もね、この映画のエンディングテーマもね、かなりいいんですよ。まあユーズはなんか今、あの、クレヨンしんちゃんのオープニング曲も担当してるけど、まあ、そっちはなんか、そうでもないかなっていう、なんか、あの、なんか、頭のゆずの、あの、かぶり物のインパクトがでかすぎるかなっていうところはあるか。まあ、とにかく、とにもかくにもね、あの、まず、まだ食えるバカ、よバカのね、人たちの、まずね、欠点が多いんだ、欠点が。みんな、なんかこう、課題があるんだよね。まあ正直ね、ゼロからね、100までかっこいいのはね、カロリーナぐらいだと思う。カロリーナはね、本当にね、もうかっこいい。アクションからもう、なんだろう、もう見た目からかっこいいし、ね、もう、性格もかっこいいし、ね、もう何から何までかっこいいの。もう、本当いつ、この人の活躍を見るとね、本当吉永先生の活躍は、映画ではいつ来るんだっていう。そこ気になってきちゃう。こんなかっこいいほぼさんが、保育士がいるんだから。外せないよ。いやー、もう一回見てもいいな、この映画。なんか、あのね、エンディングが一番大好きなんだけどね。だからって言ってね、エンディングだけを見ればいいってわけじゃない。
あの最初から最後まで見て、あのエンディングが本当に効くんだ。あのエンディングを最大限楽しむためにまたゼロから見直すっていうのも全然いけます。